対決が実現してしまったか。よろしくお願いします。 Don't expect me to be a pushover. Round 1 Fight. さあ開幕、両者はどう動くか。どっちも強そう。波動拳、波動拳。まで様子を見るか。飛び道具はリスクは高いが、飛ばれなければ最強の地上技となる。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。何か狙ってるんですかね。これはここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。プレイヤー2、体力状況は厳しいが、ドライブゲージの運用次第ではまだチャンスはある。ここから試合は KO まで。決着ですね。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。今負けちゃった方にも取り返してほしいですね。さあ次のラウンドも見ていきましょう。やる気満々の開幕、たまっ。さあナッパー中央へ押し返した。壁際から生還、状況を立て直す。さあここからは差し合いの領域となる。台足からの、いいですね、慎重ですね。さあここから、上から来た、投げが決まった。すごすぎ、天才。インパクトは受け止めた。いいよいいよ、ナイスガード。これはうまくヒットせず生き残れ。ここでフィニッシュ。よ、名勝負。いやー、息が詰まるラウンドでした。2人ともマジ天才、とってもいい試合でした。早く上は絶対に通さない。いいですね、ゲージを使ってきた。近距離での攻防が多かっただけに修正点は分かりやすい。さあどうする。このラウンドに注目ですね。ここで大きく前を取ってペースダウンを図る。プレイヤー2、絶望のバウト状態だが、SA ゲージは溜まっている。何でもできる状況、頭上がガラキ。全然気が抜けませんね。台足、今も完璧。上はダメ、すごすぎ、天才。ここはどう出る。両者苦しいところ。さあこれは痛いぞ。今も完璧、発熱してます。これはリプレイが見たくなるやつ、ギリギリで一歩上回った。最後まで全く気が抜けない試合でしたね。そうですね、素晴らしい試合でした。ここはエアスラッシャーを打っていく。ドライブしてきた。試合は始まったばかり、まだまだどうにでもなる。個人的にはガンガンでやってるところが見たいですね。プレイヤー2、ここでドライブゲージが突きかけているが、どうするどうする。プレイヤー2、少ないドライブゲージをうまく使えるか。ドライブゲージはさまざまな戦略に影響を及ぼす。効率的なゲージ運用は重要なテクニックとなる。画面端に追い詰めた。ここが大事。ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。 KO。 プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。次のラウンドが勝負ですね。まあ、全部勝負なんですけど。そうなんですよね。次が始まります。ここはエアスラッシャー、ジャンプ攻撃を引っ掛ける。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。何を狙っている。エアスラッシャー、上から来た。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。どうなるんですかね、ここから。体力差はある、しかしどうにでもなる状況。前ジャンプを仕掛けるか。位置を入れ替えて、ここからはチャンスになる。KO。 おお、しっかり倒し切りましたね。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。ここまですごく一緒に戦ってるんで、次どうなるか本当に予想できないです。うまく投げが通った。今完璧、ワニングブーム、台足、すごすぎ、天才。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。いやー、一気に来るんじゃないですか。これはなんとここで SA 発動。なんかもうすごいことになってるよ。ゲージ差があるジャンプナイフを打っている。こっからどういくんでしょう。中断、しかしさせない。いいよいいよ、ナ
くぞ。一番強いの来た。決まっちゃいましたね。プレイヤー2、緊張感が伝わってきた。よく勝った。ギリギリの接戦って感じで、すごい面白かったです。はい、見事な試合を見せた両者に拍手ですね。両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。どっちも強そうですね。注目のファーストラウンド、何が起きる。かっこいいとこ見たいです。さあ壁まで追い込んだ。どうなるどうなる。さあラウンドはまだ序盤。岡田どう攻めるんですかね。どうだ。レイヤー1、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。ここは耐え切りたいところ。プレイヤー1、バーンアウトをしのげるか。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。このまま押し切るんでしょうか。いやー、どうだどうだ。届いた。綺麗に決まりましたね。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。今後の展開にも期待していきましょう。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。一瞬にバーンアウトしている。いやー頑張れ。さあ逃げ場はなくなった。どうしてる。何か狙ってるんですかね。これは二人ともやる気満々だ。さあ SA にゲージを回す。使っていくか。すごくに倒しきる。ナイスナイス、かっこいい。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。いやー熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。バンシャンプを仕掛けるか。ワンステップ、画面端、試合は大きく動くか。いやー一気に来るんじゃないですか。これはバーンとする。危ない危ない。でもまだいける。いったれいったれ。次はどの闘技を見えている。今の完璧。投げる。今の完璧。フィニッシュ。おー、しっかり倒し切りましたね。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。さあこれは同キャラ戦となった。相手のできることは自分もできる。だがそれゆえに難しいミラーマッチ。生き残るのはどちらか。お互いに頑張ってほしいですね。さあファーストラウンド、注目していきましょう。ビシバシやり合ってるところが見たいです。ダメージはそこまでない状況。まだまだわからない。だいぶ有利な状況ですね。ここで飛びが通る。どうなる。ゲージには頼れない。しかし体力もない状況。プレイヤー2、さあ追い詰めた。何かね。ここでバーンアウト。いやー頑張れ。届いた。ナイスナイス、かっこいい。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。勝負はまだこれからって感じですね。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。いやーどうなるんだろう。捕まえて投げ飛ばす。ナイスナイス。 TCQ でコンボを伸ばす。捕まえて投げ飛ばす。壁に追い詰めた。チャンスになる。 KO。 綺麗に決まりましたね。Out of my way. Fight. Round. Fight. いきなり仕掛けた。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。もうどっちにも勝ってほしい。ここまで。ここで反
せて取る、鮮やかな差し返し、ナイスナイス、打っていた、勝負の一撃だったが届かず、めっちゃ惜しい、4枚です。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。 SA がヒットしていく、ジャンプを受け取って大きな、ここで勝負をかけるか、なんかすごい、 SA 一戦取りたいな、 KO 決まった。プレイヤー1、一進一退の攻防の中にドラマがあった。最高の試合でした。2人とも天才すぎ、お疲れ。さあどちらから挨拶するか、仕掛ける注目のファーストラウンド、ビシバシやり合ってるところが見たいです。信頼客タクを迫る。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ、どうなるどうなる。さあお互いの距離が大きく離れている。仕切り直しの前に壁を背負わせているだけでリターンが高い、積み重なるダメージが重い。結構リードしてる感じですね。いいよいいよ、投げ。さあここから、お、焦らずゲージ状況を見て、やばいやばいやばい、ここは飛び道具で、さすがの状況判断、削り KO に届く、決まった。ギリギリ掴み取ったラウンド、どう見ました？いや、見てるこっちがドキドキしちゃいますね。でもすごい。どちらかが仕掛けていくのか。いけいけ。プレイヤー1、先ほどのラウンドから近距離の読み合いには勝てている印象。この勢いを止めずにいけるか。なるほど。プレイヤーバーンアップしている。なんかこっちが緊張する。投げて、投げて。いいですね。信頼客タクを迫る。ジージーと飛びはバレバレ。いいですね。体力差はある。しかしどうにでもなる状況。信頼から。ここでゲージを使っていく。すごくに天才。これはクリティカルアーツになっている。大きなダメージが入り、精神的優位が明確になる。決めに行く。先に触れれば勝機はある。ここでフィニッシュ、決めてった、ナイス。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。いやー、どっちも頑張っててナイスファイトって感じでした。まだまだやる気満々、連戦がお互いを高めていく。まだまだ戦い足りないようです。昇竜からプレイヤー2、画面端のいい状況を作った。何か狙ってるんですかね、これは。どうするどうする。そこで中断攻撃、お互い引く気はないか。この近距離戦どうだ。投げの選択肢を見せていく。お、 TC を使ったコンボルート。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。おっと、ここで SA 勝負をかけに来た。出た SA 技、 KO 決まった。非常に緊張感の伝わる試合でしたね。どっちも強くて見応えがありました。いきなり仕掛けた、飛び道具で牽制する、飛んでいる。ここは投げを見せてガードを崩す。さあうまく切り返して、しっかり対空、橋攻めを継続していく。いいですね。追い詰められてしまった。どうなるんですかね、ここから。一息つけるか。対空きっちり、ナイスナイス、打ち込んでいった。距離はできた、追うか、どう崩していく。苦しいところ、わずかな受け止めながら、お互い後はない。これどっちが勝つの、このスーパーザドールか。なんかもうすごいことになってるよ。いけるよ、集中集中、絶妙な球、 KO 決まった。なかなかに白熱した試合でしたね。めっちゃいい試合でした。